こんばんは。ララバイナレーターの原恵です。今日はお仕事解説、ナレーター編の第4回、最終回になります。今日は、失敗、しくじりと方言についてちょっとお話ししてみたいと思います。しくじり、嫌ですね。実は私も何十年も漢字とかこういう読み方だっていう風に思い込んでいて、 間違えていることが時々ありましたで見事に読み間違えまして視聴者の皆様から厳しいご指摘をいただくことがありますはいこれは反省しないといけませんねでも失敗が全部良くないかっていうと実は失敗から得た貴重な経験があります前にもお話ししましたけれど私はあの大好きな夏目漱石のガラス戸の内という随筆があるんですけれども 前にご紹介したあの「おさく」という芸者の出てくる説なんですけれどもねその中で漱石がある日ふらっと入った床屋さんがあってその店主と共通の知り合いとか地域がありまして大いに盛り上がるんですね。前にお話しした漱石少年とお互いに、まあ、淡い恋心を抱いていたのではないかなと思われる「おさく」という芸者さん。そのことを漱石が 話題に出すんですね。その一節をちょっとご紹介します。あそこにいたおさくという女を知ってるかね、と私は亭主に聞いた。知ってるどころか、ありゃ私のめいでさ。そうかい。私は驚いた。それで今どこにいるのかね。おさくはなくなりましたよ、旦那。 私はまた驚いた。いつ？いつってもう昔のことになりますよ。確かあれが二十三の年でしたろう。この最後の一節、確かあれが二十三の年でしたろう。最初はこんな風にスラスラっと読んでたんですね。 あのいわゆる視覚障害の方向けの音訳になるとこれの方がいいのかもしれないんですが朗読というととううううちょっと私は違うように思うんですで。実はこれ最初は「確かあれが23の年でしたろ」ってしくじってしまったんですね。あ、いいけないと思ってでも聞き直してみたら遠い昔のことを思い出すのにスラスラと思い出せていない状況で スラスラとと確かかあれががの年でしたろうという方がかえって不自然だなって思ったんですだからあまり大げさにこう芝居がかってやるのもどうかとは思いますが少しこう微妙に間を空けるとか何でしょうちょっと詰まってるなっていう雰囲気を出した方が全体としては自然な感じになるなとちょっとそれこに気づいたんですね。だからしくじりもまあ悪いことばかりではないのではないかなと思っています。 それから次に方言、あのよく NHK なんかのアナウンサーになる方は地方の方もいらっしゃるんですけどやっぱりこの方言とかアクセントを直すのに大変ご苦労されてらっしゃるんですね。で私は東京の下町なんで方言というほどではないんですが江戸弁まあちょっと江戸風の言い回しそういうのがちょっと得意なんですね。あのいわゆる露天商の方の単価倍みたいなあんなものも得意なんです。 本邦初公開でちょっっとやってみますね恐れ入やの岸母あの。本職の方が聞いたらダメ出しが出るかもしれませんけれどまあ,あのそれに近いような雰囲気を出せます。方言をコンプレックスに感じるという方もいらっしゃると思うんですが。 それは全然違ううと思うんですね例えばあの私も仕事でよく宮沢賢治頼まれるんですけれどもまあそつなくはできるんですけどやっぱりそこの方に岩手の雰囲気岩手の鉛みたいなものが微妙にあった方がやっぱり宮沢賢治の雰囲気をお伝えできるんではないのかなって私は思ってます。ななんんかか自分でで録音したのを後で聞いてみるとなんかこう 東京の駅ビルにある岩手料理やなんかそういう雰囲気が自分でもなんかいまいちだなっていうふうに思うところは時々あります。一度は県事の故郷に行ってロバタであの地元のご高齢の方なんかにそういうお話を伺いながらそういうなんていうのかなあの岩手なまりを聞いてそれから取り組むのとではかなり大きな違いがあるかもしれないと思っています。 結局やっぱり朗読っていうのもいろんなものを見聞きしたりするっていうのはとても大事だと思うんですね。東北とか長野とか北海道とかの寒い。それぞれの寒さの質って違うんですよね。こうだからその地域の寒さっていうものを体で感じている人と、それから全然知らない人とではやっぱり説得力が違ってます。例えば落焼きの茶碗っていうのでも、 落焼きの茶碗ってどんなのか見たことがあるのか、触ったことがあるのかと。では全然やっぱりあのー、違います。だから、できるだけ檻に触れて多くの体験をするようには努めています。で、最後にあの私が一番心に残っている朗読っていうのが、あの高倉健さんがお書きになった南極のペンギンという本があるんですね。 で高倉さん、それを朗読したのを非売品なんですけれど、CD にされてるんです。で、図書館で私は借りられたんですが、それがなんかね、とても良かったんですね。どう良かったかっていうのをお伝えするのはちょっと難しいんですけれど、高倉さん、決してあの滑舌のいい方ではないですし、朗読の技術的に言うと、いろいろその、まあちょっとどうかなと思う部分はいくつかあります。でも。 あのそういう技術を超えたところでとてもなんかこう心に響くものがあるんですねあの放送作家の A 六輔さんが上手いんだけど面白くない下手だけどなんか面白いそういう芸人っていうのがいるんだよっていう話をどこかでされてたんですね朗読でもそうなんですねやっぱり上手いんだけどなんか心に響かない面白くないそれとは反対に あの滑舌とかその他の技術的な問題はちょっといろいろあるけれどもでもなんか心に残っっったそういう人っていういいい人てのはやっぱりいますよねだから私も「上手ね」って言われるよりも人の記憶に残るようなそんな作品を多く残していきたいなと心がけています。それでは皆様おやすみなさい。